はい、第3弾ミカリンメンテナンスしてみたです。どうぞ。はい、ミカリンです。危ない、ちょっとカメラワークがね、ちょっとあれで、うん、はい、今回はあのこのね、クラッチホルダーレバーとね、はい、プロペーパーのこれいいやつなんですよ。はい、で、5000円でね、安くて、これをミカリン先生に頑張ってもらいます。はい、よろしくお願いします。もうこれは5分ぐらいでできると思うんで。はい、5分でいきましょう。はい、最短記録。そうですね。はい、ミカリン先生、はい、行きましょう。どんどん撮っていきましょう。どんどん撮りましょう。撮りましょう。何から？まずね、あの、はい、これを緩めましょう。張り具合を、はい、手前に回すとどんどん緩くなります。手前に回すと、そうそうそう、緩んでますか？緩んでます？あ、うん、肩の音硬くなったらもうこれ緩くなってるんですよ、ほら。お、うん、ほんとですね。じゃあこれ、そうだね、それだね。レバー取れます、これでも。お、そうそう、お、いいぞ、一発で。いいですか？取れるか、取れない？え、取れる？これって取っていいんですか？取ってください。え、どうやって取れます？え、この紐は？ここに割れ目があるじゃないですか。はい。これで取れてこうなるんですよ。なるほど、うん。これで取れました。取れました。はい。からの？どんどんまだ全部あのこれをつけるんですね。あ、そうですね。取ったってことは。そうそうそう。次はそう。そう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 。これいってもいいですか？はい、行きましょう。はい、はいはいはい。ああ、もう完璧ですね。早いですね。これ5分出るんじゃないですか？今日。行くかな？今何分ですか？今、ちょうど3分ですね。お、はい、取れました。はい、取れました。抜けます？抜けない。あれ？何これ？あ、力結構込めて、うん、これがこっちからだと取れるんですよ。ここがね、はい、くぼみが。で、こっちがこっち来ちゃってるんで、多分12ミリかな。入れすぎて、ここほら、ここでもう行きますよ。スポッと。このゴムもいらないんで、はい、このゴム。このゴム。このでかい。あ、これも。目いっぱい。お、取れました。はい、次つけるやつを。はい。行きましょう。このゴムはつけます。このゴムまず。あれ。よいしょ。よいしょ、取れました。はい、それをね、はいはい、頭から。そう。シュポッと。そう。え？入ります？うん、難しいですね。どっちから？なるほど。入んない。入んない。分割剤あるんで一応。はい。あ、素手でね。素手でいけましょう。あ、いけました。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 あ、入りました。はい、たで、ホルダー。ホルダーはね、まずネジ取んないとつかないの。はい。え、ちょっと待って、どういうことですか？あの、ホルダーですよ、ホルダー。わかります？キーホルダーじゃなくて、普通の。もうこれがハンドルになるんですよ、ここ。はい。え、全然意味が分からない。何がどうなってました？ここまず取りますよ、ここ2本。ここの、あ、ここから取らないと。黒いのが大事で、これまずハンドルにつけます。もうちょっと固めですね。そうそうそう、ちょっと固めな。おいしょ。あ、不器用。不器用です。よいしょ、よこしょ、いける、いける、いいよ。はい、大丈夫です。そう、これが大事なんですよ、はい、このパーツは。で、こうですか？はい、はい、入ってますよ、これ入ってないですよね、それ本当に。ちょっと歪んでますね。これね、樹脂があることによって、はい、めちゃくちゃ動くんですよ。あ、そうなんです。じゃあワイヤーをね、通していきます。そうですね、これをすっかり忘れてましたね。ゴムが、ちゃんとついてるんで。はい。これプラスドライバーですね。で、プラスドライバー。
これをね、撮りますよ、それ。ああ、それは撮れない。伸びましたよ。伸びた。このレバーに入ります、これ。あ、でもこっちを、あ、え、サイズ的に、あ、入りました。入りました。はい、来た、来ました。それで、あので、このこれが、あ、これこ、あ、ここ、ここ、もうちょっと、あ、行きました。そう、これでもうほぼ完璧です。描いた時は結構潤滑を塗っといた方がいい。ここで、この登場ワイヤーのラインと、このワイヤーに向けて、そう、はい、いいですよ。はい、で、あと、ここの右側、ここですね。はい、ここの中、あ、この中にも、はい、そう、これでいいです。はい、そうですね、そのちっちゃいプラスをね、さっきから大事に持ってもうなくしそうでずっと心配でした、これ。はよつけたくて仕方なかったです、うん、それゴムをどうしてかつけましょうね。あはい、はい、どうですか、レバーの感覚はどうですか。お、いい感じじゃないですか。え、本当に。え、嘘。いや、これゆるゆるじゃないですか。これ、いや、これでまあ調整をね。はい、こっちかな。これでいいんじゃないですか、どうですか。あ、これでバッチリです。これでバッチリ。今度こそバッチリです、うん、はい、ミカリンさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。帰れましたね、ちゃんとね。はい、これも帰れました。綺麗に。今回の目標タイムは5分でした、ね。はい、そうですね、大体5分ぐらいでできたんじゃないかなと。5分でやってましたが、はい、なんと20分です。どうでした。そうですね、意外と難しかった気がします。意外と、あ、もうちょっと簡単かと思う。そうですね。そうですか。はい、はい、じゃあ、次もね、何かあったら、はい、イカリン動画もう任せてください。お楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。